ジラールド・ルシオンは、ブルゴーニュの属長。パリ・ハク、ビエンヌ及び、リオンのハク。パリ・ハク、ルタール1世の息子であり、シャルル2世と戦ったことで、皇帝・ロタール1世に包容された。また、名前については、ジラール、ジェラール2世、ジラールド・ビエンヌなどとも表記される。正式な歴史資料によれば、ジラールは、ルシオンの出身である胸の記述はない。 彼の称号に付けられているルシオンの地名はセーヌ川付近に建設した城に由来する。それでもフランスものあるいはカロリング物語群などのジョジシなどの影響から彼はジラールド・ルシオンと表記されることが多い。これらの物語ではジラールはドーンド・マイアンスの息子という設定で登場することもあるが個々の物語間で羊を含めて整合性が取れていないこともある。 フォントノワの戦いの記念ヒジラールは841年のフォントノワの戦いにおいて戦い、後に義兄帝となるロタール一世に従ってエクスアンプロバンスに赴いたとされる。同年パリ白衣を失う。843年にはトゥール白、遊具の娘ベルトと結婚した。このベルトはロタール一世の妻であるエルマンガルド・ドトゥールの姉妹にあたる。855年。 ジラールは、ロタール1世の息子シャルルが、名目上プロヴァンス王になると、それを助けるためプロヴァンスの知事に就任した。おそらく、ジラールは、プロヴァンスの北方の支配者であることを望んでいたと、考えられており、王子である、ロタール2世が死去する869年まで、プロヴァンスを管理し続けた。しかし、ロタール2世の死に常時に死フランク王シャルル2世が、 プロヴァンスを得ようと格索。ジラールの妻ベルトがビエンヌを防衛していたが、870年にメルセン条約によりプロヴァンスはシャルル二世のものとなり、リオン及びビエンヌ白衣はシャルル二世の儀帝誤送に与えられた。871年に妻と共にアビニオンに引退すると、おそらく877年、遅くとも879年には死亡した。ジラールの伝説は、 1878年、ルーマニアのピーマイヤーによるジラールドルシオンの生涯などで語られている。その起源は12世紀初めから終わり頃の武勲詩、ジラールドルシオンである。この物語は860年代のジラールをもとに、して、おそらくベズレあたりの修道詩によって執筆されたと考えられている。この文献はプロバンス方言混じりのフランス語で書かれている。また、 ジラール・ドルシオンは初期のブルゴーニュの詩をも元にしていると考えられており、14世紀のロマンスにあるアレクサンドル格の要素も導入されている。なお、後述のように時代交渉は相当いい加減で、特に説明もなく、シャルル・マーニュやカール・マルテルなど明らかにジラールより数世代以上の人間が普通に登場している。ジラールの新人深さ、妻のベルトの勇敢さ、そして、 シャルルとの戦争などの伝説は文学作品の題材となった。しかし、女児子ジラール・ドルシオンでは、史実は歪曲され、儀兄弟の間柄であるカール・マルテルに反逆する役割を与えられて、南フランスの伝説の影響で、ジラールはギランド・モングランの息子という設定になっている。また、13世紀、ベルトランド・バール・シュル・オーブによるジラール・ド・ビエンヌでは、 ビエンヌがシャルルマーニュに包囲されるという物語になっている。また、イタリアの物語では、異教徒の軍隊を率いてシャルルマーニュと戦うというものも存在する。長い間、ジョジシジラール・ドルシオンは、プロヴァンスの作品であると考えられていたが、ブルゴーニュが起源であることが証明されている。ジラール・ドルシオンを読み解く金沢大学文学部、ネズ・ユキオットの論文。 史実と伝説上のジラールとその夫人についてありがとうございます。